いて、はい、こんにちは。ビッグボーイと、ビッグママです。はい、今回パーを今、ゾウさんに乗っております。でね、今回でとりあえず、コープの終了予定なんですけども、まあ、また機会があればやる予定なんですけども、今回は、とりあえず、マップの、こちらの学校、こちらは一旦ゾウさんから降りて、そのまま、ステルスプレイの予定で、こちら、キングスブリッジという橋を挟んで、ラトガディという、ゾウさん強。ゾウさん強いよ。ゾウさん一撃だったんだけどな。文章回収。ちょっと、あれ文章どこだ？これ。こう。こいつか？うん。あれ俺のゾウさん。もう、なんか、車来た。あ、またかよ。ちょっと全然、今回の目的を。待って、車列だ。うわっ、ほら食らえ。はははははゾウさん強っ。え、車ひっくり返したわ。ゾウさん強っ。え、ちょっともう一回今回のね、その目的を説明すると、こちらの学校は普通にステルスでやって、で、こちらの、ユーマの要塞、ここの要塞をね、もうゾウさんでドンパチしていく予定です。でとりあえずこのまま、学校の付近まで近づきましょう。いや、この際ゾウさんが逃げちゃってもあれだから、学校も普通にドンパチで行こうか。そうやね、この前の動画でステルスしたしね。そうやね、この前は多分ね、あれ相当ステルスやりやすかった。ゾウさん走るの早くね。要塞だ。道路からゆっくり行くよ。でゾウさん、俺もう着くよ。そう、ゾウさんから狙えたらちょっと先に壊しちゃおうかな、あの警報器。普通の武器も使えるの、ゾウさん強くね。俺なんて最強じゃん。俺なんてランチャー持ってるね。ゾウさんゲージ。あ、なんか敵いる。スポットー。え、ゾウさんの上に普通に乗ってればバレるかな。バレるでしょ。いや別に普通に弓やれんじゃん、近場は。とりあえずスポットしとく。待って、警報器1個見えた。壊すわ。はいはい、待って、ちょっとゾウさんのごとく普通に道路をスルーできないかな。無理だろ。こっちの方。警報器が壊れてるって言ってんの。もう一個の警報器、どっかから見えないかな。え、なんか敵来た。見つかった。あ、バレた。突っ込め、ゾウで。ゾウ死なない、大丈夫。うん。え、死んだらまた取りに行こう。うっ入れないゾウさん。嘘。あ、ほんとだ、入れない。どっか楽しい、楽しすぎだろこのゲーム。どっか入れないか、ゾウさん。ゾウさん入れねえな。どっか入れる場所ないか。てかどっかゾウエンが来たらちょっとゾウで吹っ飛ばそう。痛い。入った、多分入った。あ、オッケー、中やっといて。外来たら、ぶっ倒しとくわ。さあ、道路のどっから来る？ゾウでぶっ倒してやる。なんかゆい。あ、来た。ランチャーだ、この野郎。どけ。待って、見えない。楽しい、このゲーム。うん。さあ、もう一つの車列が向こう。おらー、おら。荒ぶってるな。待て、見えない。ほら。ぬるゲーだな。さあ、名前が変な、プラニジャガット学校確保。ちょっと真面目にゾウさん使うのは今回が初めてなんだけど、こんなに強いとは思わなかった。ちょっとじゃあロケット使っちゃったからちょっと補給していこうかな。ここに降りてれば多分ゾウさん逃げないよね。ちょっと武器整えてこよう。ゾウさんどっか行っちゃうよお前。え、嘘、見てて。
見てる見てる。ちょっと銃火器装備整えていくわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ゾウさん。この際、リカーブボムも。ゾウさん、ゾウさん、どっか行く。え、ちょっと待って。もう俺がつけていくから、大丈夫、大丈夫。待って、待って、待って。え、君装備大丈夫？俺大丈夫、大丈夫。ボディアームちょっと減ってるぐらい。乗れね。え、なんか人殺しちゃったかも。え、気のせいだ。あ、乗れた。いや、じゃあもうとりあえずこのまま行こう。やっぱそうだ、やっぱそうだ。え、なんかラグ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 っとラグっと。え、撤収だ、撤収だ、このまま。ちょっと、どっか落ち着いたところまで移動してから、仕切り直していこう。さて、じゃあ、学校確保したので、ラトゥガーディ、行きましょう。結構遠いですよ。どんぐらい？遠いな。あ、怒りの車列部隊、まあ、遭遇したらぶっ飛ばそう。ランチャーもあるし。ランチャー5発。これね、重火器のね、弾もね、ポーチでかくしないともたくさん持てないんだよね。え、なにこれ洞窟取っていくの？ドチュラトンネル。ドラキュラみたいなの。あと1キロ弱。とりあえず SR とかはさ、夢でやっちゃおうぜ。危ないし。いや、多分ね、この要塞はそういう感じでも多分近づけないような要塞なんで、高台も全然狙えないから。だからそういう時はゾウからなんとか移動しながら壊すと。まあ、ゾウ最強だからね。さあ、見えてまいりました。あれがキングスブリッジかな？あそこの先が、もう、要塞でございます。この前行けなかったとこもしかして。うん、そうだね。ああ、もうこのまま、ゾウさんで。ゾウさんだったらね、要塞の入り口ぶち破って中入れるから。ほう。もう突撃です。じゃあ弓じゃなくて普通に LMG でも構えてよ。あれこれ北部で出てるけど、多分この要塞は入れると思うんだよな、要塞は。ほう。え、入れるかな？これで入れなかったら。大丈夫か？早めに行っちゃうと多分入れる。はい、ちょっと大変な事実が発覚しちゃいました。この要塞、ギリッギリ北の領地に入ってるらしくて、行けない、と。はい。キャンペーン進めてからじゃないといけませんと。この先拒否られて、しまいました。なので、そうだね。どれだ？確かね、どう、うるさいぞ。これだ。実はね、一人で進めてるときに、またラビレーラナからプロパガンダをね、作っているというセンターを見つけたので、まあ、ここじゃ今回、ちょっと、味気ないけど、ここにファストトラベルして、破壊しに行こう。最後の動画グダグダだな。待って、ここ周辺ゾウいたと思うわ、確か。じゃあゾウ乗ってプロパガンダセンター行こうか。なんか売るわ。あ、ゾウいる。花火とか使わねえんだよ。リモコンめっちゃ高。フラッシュドライブめっちゃ高。こちら。あ、すぐ近くだ、ゾウに乗っても。ちょっと待って。今行くわ。どこや？ん？あれ？え？って聞いた。ゾウどこ？ゾウはここ。なんか後ろに敵いるんだけど、見つかりそう。気のせいだ。気のせいじゃないんだよな。さあ、プロパガンダセンターはあれ？行きましょう。敵の車！おぉこの野郎かわいそう。
ヘッドでこっちだ、プロパガンダセンター。近っ、近すぎじゃね。超近いわ。あ、痩せ動物飛ばしたぞ。ブダか。あれ、これは、ちげえじゃねえかよ。え、あれ、なんか前の感じと違うな。ちょっとゾウ見といて。あ、ここで受注だ。ああ、行こうぜ。どこだろう。あ、すぐ近くだな。行こう。一般ピーポーゾウに惹かれるよ。うん、クマか。え、吹っ飛ばせ。あ、クマ逃げてく。ゾウやば。ゾウ最強だわ。ほんとな。いや、このゾウでこの道歩いてるこの絵面白いな。ハークなんか足を大股上げて乗ってるし。さあ、あそこがプロパガンダセンター。プロパガンダをね、ちょっと嘘の広告作って貼りまくっている奴らをね、ゾウで殺しめる。突き抜いていく。はい、突っ込め。ほら、もう一人。待って、そこ行けねえ。はーい。おい、逃げんなよ。さあ、そこにもいるぞ。ほら、楽しい。さあ、あともう一人か。おい。待って待って。俺の獲物だろ。ほら、吹っ飛ばした。もう終わり？オッケー。じゃあちょっと四方でぶっ飛ばすかな、あと。と、これにペッタ。で、あとは、こいつもぺったり。あとはそっちの建物の、お、中にも。ゾウ落下死した。え、嘘。あ、蜂の巣あるから気をつけてね。どうぞね。ごめん。あれ、まだ壊しきれてない。あ、これもか。これにも C4 をつけて。あ、敵の車列。死んだ。なんでやねん。ちょっと待って、爆発に巻き込まれた。死ぬわ、とりあえず死ぬわ。あ、ちょっと待って、敵めっちゃいるな。敵の車列撃つ。おー、やばい、俺も死ぬ。ラッチャー近くで使っちゃった。待って、敵がいるならゾウだ。ギブアップ。これ早く破壊しないとね、敵がやってきちゃうんだな。あれ、ちょっとゾウが詰まった。うん。あ、あれ、まだいる。あ、来た来た来た。うおーら、ほら。もう終わりかな。いや、ちょっとグレネードとかでどんどん破壊しちゃおう。これは壊れてんの？これ壊れて、あ、ちょっと待って、じゃあ俺敵倒しとくから十字キー左で C4 出せたはずだよ。知ってる知ってる。なんか赤く光ってるやつが壊せる対象だから、どんどん壊しちゃえ。できんだけど、これでいくだろう。待って、俺もゾウが落下ししちゃう、危ない。この辺かな。あとゲージちょっと。おいしょ、おいしょ。イングリッションデイアパーン。下下って、敵は来ないかな。まだ壊れてない。どれ、あとどれ壊れてない。マップのオレンジのやつ。もうまだ、うん、あ、これかな。これちょっと俺四方で壊しちゃおうか。これか、ペタッと。よいしょ。地雷を設置しまった。あれ、こう、なかなか壊れないな、これ。手榴弾どこだっけ。これか。 OK。 あ、全部壊したわ。待って、敵いるか、どっかに。
どういうの？あ、終わった。謎すぎ。はい、プロパガンダセンター破壊。さあ、どうしよう。もうやることがない。じゃあ、コップレー最終回。ここまでにしようかな。ちょっとね、下見不足だったね。まあ、キャンペーン進めれば、また北の領地の方でも、またコップレーが可能になると思うので、あれ的じゃね？パガンのプロパガンダ施設を破壊してるそうね。みんな注目してる。頑張って。そのうちみんなも参加するわ。じゃあ、これからコープを、まあ、またやることがある機会があるかどうかは、まあ、わかりませんが、まあ、とりあえず、今回の二人、おいゾウかわいそうぞ。クソゾウ、なんてこと。いて、え？え？サイ、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 サイ。ま、最後の最後のサイ俺がもらい。待って、ラビネなんだか、また施設発見した。気持ちくなってきた。話は変わるけど、ちゃんと体は洗えてるか？あってのは、今の仕事から毎日血まみれだ。なんでこんな負傷した皮、お前が RPG で撃ったからね。ラビネなんだ、話が長いよ。まあ、こんな風にね、ファークライフ4はね、視聴者に伝えたいことがあってもね、なかなかね、この動物やら人物に邪魔されてしまうゲームと。悪と戦うときにケツを清潔にしておくのは大切なことだ。そうな、ケツを清潔にしないとな。また脱線しちゃった。聞いてる？悪い悪い。でもお前が心配でしょうがない。上から下まで何を食べてるか、ケツを拭いてるか。何を気にしてるんだよ俺。全部大事なことだ。気にしないでくれ。プロパガンダ施設は頼んだ。了解。じゃあね、ちょっとぐだったなんかいろんな意味で脱線してきたけど、じゃあ今回のポッププレイはじゃあここまでで、またキャンペーン進めてやる機会があればまたやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。